子どもの個性を伸ばす教育や子育てについて学ぶセミナーが高崎市で開かれました。このセミナーは共働きの家庭など限られた時間で子育てをする親に楽しい子育てについて学んでもらおうと、県の群馬男女共同参画センターが今回初めて開いたものです。講師は日本キッズコーチング協会の吉澤美幸さんが務め、13組の家族が参加しました。キッズコーチングは子どもの心の発達や個性に合わせた教育を目指す子育ての理論です。セミナーでは参加者が子どもの生活習慣などについて答えるチェックシートを使い、子どもの気質を頑張りやわんぱくなど5つのタイプに分類しました。そして吉澤さんがそれぞれのタイプごとに注意の仕方や褒め方などについて解説し、個性は直すものではなく磨くもの、子どもを変えるのではなく大人の解釈を変えましょうと呼びかけました。セミナーの後には吉澤さんが一人一人に子育てのアドバイスをしていました。大人の解釈でやっぱり子どもの気持ちに合わせていくのがいいんだなと思いました。チェックシート一緒に見たときに同じところにチェックが結構入っていたので感じ方っていうのは近いんだな。こういう気質の子にはこういうのが禁句だよとか、そういうのが具体的な言葉として教えていただけたので、とても参考になりました。